ここ送り具つらすぎる。やばいで、ごめんなさい。奇跡、あーいるじゃん、ヒコニャいる。皆さんこんにちは、タイムのタネとサラアリサです。今回は琵琶湖一周何時間かかるか後半、まあ、一応木の本から始まったんで湖北と湖西ですね。あと若干湖南、どうでしたか前回ですか、はい、都会感はちょっと少なくて割とゆったりとした感じで走りやすかったですし、うん、キラキラした琵琶湖を見た時はなんかわーってなりましたよね。後半は湖南湖東となっております、はい、もう大津の本当市街地行く感じでしょ。そうなんです。いやいいっすね。地元の人からしたらこの4エリアで人柄とか文化は違うみたい で最初の今大津市から始めるんですけど、大津市は瀬田の唐橋っていうなんか磯川回れの語源となった橋あるじゃないですか、はい、あそこを渡って木の本町の最初のスタート地点あるじゃないですか、うんうん、さざ波街道って言って一本の道できてるんですよ。おドライブルートがもう確立されてるので、あ、もう専用の道路があるんだ。そうなんで、もう完全にそれに沿って行くだけです。あら早いんじゃない？早いです。うちら急いでるからちょっと早くその磯川周りのその橋を渡りに行こう。あ、そうですね。前半3時間かかりましたんで後半は一体何時間なのか、それでは早速レッツゴー。右かまっすぐ、右かまっすぐですね。どっちみちしんどいじゃん。そう、ここがね、右に行くからちょっとしんどい。今あった京阪線の石山坂本線は本当にちょうどそこから瀬田の大橋より奥行った側までってちょっと短い距離ですね。まあ今からスタートという感じですね。はい、スタートでーす。12時22分。ワンカルビってなんだろう。あー知らんの。あー知らん。まあチェーン店ですね。へー、ワンカルビ。あら、モデルルーム公開中だよ今、ね、空いてる。え、あれ新しくできたってこと。プレミスト大津京。まだなんか作ってそうだね、いろいろ。ここもでもずっとサイクリングロードだよ。あ、ほんとだ。大津京が入る。あー、またよくわからん交差点。すごいね、ここも中央線変わるんや、うん、そんなに朝は車の台数が多いってこと。大津に向かってくオートレース琵琶湖。おー、これそうだよね、うん、これ歴史結構深いんですよ。1952年の全国で2番目に公式コースとしてレースが開催された競艇場。うわすごい、琵琶湖の横にマンション。私ですね、このホテルに泊まりました。仕事の時にこんないいホテルに、うん、で撮影してました。マジで。あーほら、クルーズ船ありますね。わーすごい。ここがかつて水運で栄えた大津港ですね。このホテル、え、やば、何このホテル。いや、いいホテルだと思いますよ。ねえ、で大津湖のとこに琵琶湖花噴水ってあって、ちょうど花火と一緒に噴水上がったり、まあ、昔港として栄えたんですけど今レジャー施設みたいな感じになってますね。県庁があるじゃない。どれどれどれ。滋賀県庁見る。お前や、どんぐらいでかいんですか滋賀県庁さん。警察本部はこっちって書いてあった。うわでかっ。どれが県庁なんや。ここや。あー過ぎてんだ、もう後ろなんだ、ね、今さっきの交差点を右に曲がって私大津駅から来たから、多分大津駅もどっかその辺りなんやと思います。はいはい。滋賀の日本酒を海外にこう展開していくっていうので、だからまあ海外向けの映像のモデルしたんですけど、だからもう日本じゃ見えないっていうね。マジで海外デビューで。海外デビュー言ってよ。ワールドワイドですよ。ワールドワイドの顔しとるもん。多分それで呼ばれたんじゃないそうだ、そうなんですか。アイラインとかがつり服系でみたいな感じで言われてた。義中寺やって。義中寺って木曽義仲でここら辺で亡くなったんですよ。義中ってそのまま義仲のこと義中ってそのまま呼んでるのかなって。今マンションの数が違うね、マジで。本当やね。ちょっと密集してんのかね。そうかもしれないですね。大津にみんなガッと密集しとるかもしれないですね。お、すげえ。何あれ、めっちゃでっかいタワーあった。琵琶湖大津プリンスホテル。いや、めっちゃ景色良さそう。プリンスホテル、うん、本当に琵琶湖のここにあるもん、ね、本当やギリギリだね。全然違うじゃん、湖西とこのね。本当ですね、こうやって見たら全然違いますね。すごい綺麗綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃん。あれ磯川もあれですか、これ。あれは違います。違うんかい。あれは大見大橋かな。渡らないです。だから右寄ってた方がいいの。私もこの橋渡りたい。渡らない、ここで渡ったら琵琶湖一周ちょっとショートカットしたって言われちゃう。お、いいっすね。栄えてんね、本当に。で、そんで横にはやっぱこうやってね。いや、景色良さそう。いい人たちが泊まってんだろうね。琵琶湖沿いずっと公園だよね。あとね、そのレイクビューカフェみたいなもめっちゃいっぱいありました。さあ、そろそろ、はい、瀬田の唐橋渡りますんで。あー、そこそこそこ、はい、うちら瀬田の唐橋通った？通ってないです。あ、通ってないか。見た。1号線って言ったらもうマジで京都だよね。まあ、8号、いや、8号です。我々からしたらこれは8号です。さあ、こちらですね。はい、この左、これです。瀬田の唐橋。あ、みんな渡ろうとしてんじゃん。だってさっきさ、国道1号か唐橋かっていう選択肢。そうなんや。瀬田唐橋って書いてあるよ、ほら。ほんまや。なんか七五三あったから、ここでも写真撮るんだね。あーね、撮りそう。
いいねいいね。あーすげーすげーすげー、ちゃんとこういうのもあるんだ。いいですね、これはいいね。瀬田川になるのか、はい、これが唯一の出口ですね。さあそして、はい、こっからねもうずっと一本道というかさざ波街道、あ瀬田川、瀬田川、瀬田川ってなってる、はい、琵琶湖じゃないだと思う。琵琶湖じゃない瀬田川になった、どっから。いやでも琵琶湖も厳密に言えば川なんですよ。怖い、ややこしいけど。フレンドタウンでかいっすね。フレンドタウンなの、もうフレンドマート飛び越えてフレンドタウンになって、ね、ややこしいね。平和堂になって、これ琵琶湖線なんですよ。 JR 琵琶湖線で北陸本線で米原までじゃないですか、うん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 、で米原から京都までは琵琶湖線って言って、だから電車で琵琶湖一周もできるんですよね。瀬田の唐橋渡ってようやく琵琶湖の東側来ました、はい、さあどうなんですか、天気が悪くなるのか。またでも向こうの方さ、なんか心なしかどんよりしとるような気持ちのこともない、ね、いやいやしとる、めちゃくちゃしとる、ね、あーすごいすごい、わーいいね琵琶湖、てかあのプリンスホテルバリ目立つわ。ほんまやね、すげえわ。あんなに高くなくてもよかったんじゃないかっていう感じだけど、ね、権力の象徴みたいな、うん、アンミカじゃなくてアミカなの、ね、うん思った。この辺さ、なんかちょっと全体的にちょっと新しいね。もともとなんかあったんかな。こっから見る大津市もすごいわ。この可愛い玉が浮いてるのはなんか、さあ草津市入りました一瞬草津市、ここ草津市です、入った一瞬です。草津市が大津市に次ぐ滋賀県では第二の人口を有する都市で、草津って草津温泉の草津ですか。これ違うんですよ。 違うんよ。あっちは群馬県の草津町、こっちは草津市。あでこっから、はい、ここからさざ波街道ですね、はい、暗い方に向かっていく気がする。暗いですね。こっからも景色めっちゃいいじゃん。ここね矢場関半島って言ってね、うん、人工の埋め立ての島です。あそうなんや、今これ人工の埋め立ての島、下水処理場施設でちょっとスポーツ施設みたいな、いろいろ作ってるらしい。なるほどね、ここで終わる。あ終わりですね、うん、人工の島埋め立て地が終わって、でちょっとなんか山見えたんですけど、あれ近江富士ですね。あれか、見えますよ。あそうそう、めっちゃ見えますよね近江富士。あ三上山だ、思い出した、はい、三上山を紫式部が近江富士って呼んだから近江富士って言われてるんだね。ちょっとすいません、この辺り、はい、やっぱり個性とちょっと似てる感じありません。そうだね、住宅街じゃない感じはあるね。向こう側は住宅街で、こっち側はやっぱ工場が多い。いやでもサイクリングロードもしっかり整備されていて、はい、歩道もずっとあるしね。琵琶湖の周り走るためだけの道って感じ。湖に沿って作られた道だからか知らんけど、サーブ多い。あーあ、そうかもね。こっから琵琶湖をボート出すんじゃん。ほんとや、下くぐってね。あら、なんか降ってきた。あ、いや、なんだって南が終わろうとしているから嘘でしょ、うん、めっちゃ雨降ってきた。なんでだなんでだよ。ちょっと3分後道の駅あるんですけど、船寿司あったら食べてみたい。 ねえ、お腹空いた。本当に船寿司食わんと寿司語れんからさ。右が道の駅で、左が琵琶湖博物館で、こう琵琶湖めっちゃ人いるじゃん。琵琶湖を知るにはもうここよ。これ2020年にリニューアルオープンして新しいんですよ。なんかそんな大きくないね。あでも車いっぱいいません、うん、草津って書いてあったよね、道の駅草津。あ草津草津でお弁当琵琶湖ニャン弁当なんやけどさ、私がなんでこれにしたかっていうとさ、はい、なんとご飯が琵琶湖ですめっちゃおもろい、おもろい富山も富山のねマークすればいいと思う、ね、かわいいよね、うん、そしたらきっと違うんですよ。違うんですよ、あのお弁当メインじゃないですよ、船寿司ですよ。はいこちらちょっとね一番少ないのを選びました。で今ねこの船がニゴロ船っていう琵琶湖で取れた船なんですけど、取れなくなって高級魚になってるらしい。あそうだからめっちゃ高いね、これで356円。でもこれさ滋賀県の水産加工業協会の認証もらっとるよ、うん、これでもねめっちゃ薄い方、本当は1000円とかする。船1匹使ってたら3000円とか5000円とかで、料亭とかやったらもっと高い。じゃあ船寿司はもうなんかそういう区分なんだね。真空パックだよ ね、すごい。で冷蔵にもなってたし、これですよ寿司え、なになに、もうすでに結構何の匂いっていう、これうわ臭っ臭寿司だから寿司、ね、この香りちょっと車に残して噛んでね。何の匂いっていうのは、まあ、発酵食品の匂いだよ ね。納豆とはまた全然違う、ちょっとヨーグルト酸っぱくさせてるのかな。そうだね、しかも高いんだからやめてくれよ、そんな反応しながら食べるのってなるよね、うん、やめて、美味しいよ、普通に食べたら美味しいよ。あこうか、あそう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 、え合ってる合ってる合ってる。さあどんなもんですか。うんちょっと酸っぱい、結構味濃いかも。でも船の味めっちゃ美味しい。米の味はするん？しない。あそうなんや。ちょっと食べてお酒とかじゃないんだ。あそういや多分そうやと思うよ。
っこいい。いや別にいいでしょ。それは勝手に酒飲みがつまみにしてるだけで、酒飲まない人は普通に食べるよ。これで食べるのあってんが、これをおかずにご飯行きたいって感じ。あ、それぐらい結構味は濃い、ね、魚の旨味めっちゃする。山間部とかの人はこれで魚保存して食べてたんですよ。へえ、これが寿司の始まりなんや。そうですよ、これで食べれるって分かった人たちすごいね。いや無事でも船寿司の匂いはなくなりました、ね、いや匂いはなくなりました。俺めっちゃ好きやったけどな。まるで私がまずいって言ったかのような言い方。まずいじゃない、匂いでもそうだ、きつい。匂いはきつかったよ最初。あれ船だけ食べたら美味しいかも。で船だけ食べるものなのかもしれない。米めちゃくちゃ酸っぱかったよ。あ、そうかもね、うん、あーもう1時半になっちゃったじゃん。ちょっと予定ロスロス。あ、すごいね、大みくじに向かって走ってくる。暗いな向こう側。あー虹が綺麗、見えるかな GoPro で。あー見えないでしょうね。何時に終わるかな、怖い。今ねちょっと通り過ぎちゃったんですけど、森山市に入りました、はい、森山は江戸時代に中山道の代表する宿場町として栄え、最近だと京都大阪のベッドタウンとして森山市も人口が増加傾向にある。あーそうなんや。草津に続いて大橋渡って向こう側行けるから全然。あーそうだね、この森山市も琵琶湖大橋できたから栄えてきたって感じじゃない。まあそうだろうね。もうだから何個終わりですね、そろそろ。何個栄えてたで、マジで。何個めっちゃ楽しかったよ。何個周辺すごいわ。キュッとコンパクトになってあっちこっち行ったりとかしていろいろ巡れそう。ビワイチ、ビワイチ、ビワイチしてんの。ビワイチ序盤なのか佳境なのか分からんね。ああ確かにね、バラバラに一列に走ってるあたりを見ると最後の方やと思った。多分これだよね、レイクサイド。ゴルフ場のためだけに埋め立てたんかな。すごくない？いやすごそうよこれ。うまくないと無理よね、バーン飛んでくるやん。めっちゃゴルフ場混んでんね。でこれ真ん中と思いきや奥もゴルフ場でしょ。琵琶湖大橋挟んでちょっと住宅増えてきましたね、はい、この通りは美術通りらしいです。あそうなん、佐川の美術館。佐川、えその佐川、え佐川の美術館なんじゃない、マジで。佐川が持ってる、あライセンス契約みたいな、うん、あ本当だ、じゃない。あ体育館だ、体育館。あこれホールディングス、すげえ。そしてあ琵琶湖大橋です。あでもやっぱマンションあって、めっちゃすごい、うん、でかい。まっすぐです。ここら辺もなんか面白い、栄えてますね。ピエリ森山っていう場所なんですよ。ここ昔琵琶湖ワンワン王国ありました。へ知ってます？知らないか。1998年から2005年までワンちゃんの王国があったんですよ、うん、ここなんですけど。めっちゃでかいじゃん。それがなくなってピエリになったと。関西住んでた時 CM もすごかった。琵琶湖ワンワン王国っていう CM、 はい、関西人あー懐かしいってなってる。さあそしてここね、どっか左に行きます。これパーキング、どれ、これ通り過ぎるかもしれない。今ここなのに。どうやって入る、どうやって入るんだろうね。ちょっと右行って戻るか。いや今もう重要スポット、重要スポット。U ターンもできんのあれ。どうなのこれ。くそ戻れない。戻る、どこまでも戻らない。絶対に行かないといけない場所だから。こんなに緩いうちらでも絶対に行かない場所があったマストやったもんね。今ようやく降りました。サイクリストスタート&ゴールということで、多分ここに車とか止めて行くんじゃない。チャリンコ乗るんかみんな。なるほどね。あ、すごいすごい、なんか像あるじゃん。みんなここからスタートなんや。こっからよ、琵琶市は。これもう青いのがサイクリングロードでしょ、ね、ここからですよっつって。あ、すごい琵琶湖。そう、琵琶湖のモニュメントがあります。いや、いいですね。こっからスタートなんですよ。起点がここにあって。本当や本当や。こっから一周が始まります。いやもう完全にうちら違うとこからスタートしてんじゃん。伊吹山見たっけ。あ、まだこれ見たね、なんだっけ、静かったっけ。ここも行ってないな、ちょっと海側。あ、ここ行ったもんね。あ、行った、行く。あ、飛行場、あ、行くんだ。行かないんすか。マイアミ浜とか面白い。マイアミ浜近くだよ、琵琶湖博物館。あ、これか、まあ、瀬田の唐橋。あ、はいはい、結構行ったね。どういうこと。サイクリストの聖地です、ここ。これなんか田中セシルさんがモデルらしいね。これ面白い。あ、琵琶湖割れてんじゃん。琵琶湖の形じゃん。これさ、富山にも欲しくない。新潟にもあるじゃん。新潟にもある ね。これ2021年かな、新しいんですよ。え、何、横横横。あのこれ画角すげえ大切だから。はい、いいんじゃない。寒い。いやもう琵琶湖触っとこう。すげえ砂浜になってんね。でも海じゃん。すげえ砂浜じゃん。すごいね。え、あれさ、もしかしてさ、はい、無人島。あれはね、沖島っていう有人島。タッチザ琵琶湖。タッチザ琵琶湖。うわあ。最悪なんだけど。濡れた？濡れたよ、ガッツリ濡れた。濡れたんかい。触れない。めっちゃ冷たい。冷たいんや。めっちゃ冷たいじゃん。ああ冷たいね。冷たい。結構冷たい。海と全然違う。いやようやくスタートです。なるほどね。これがここにあるんやったらみんなここからスタートする、ね。これ右行くの怖くない？歩道は低速で道路は高速ってことか。高速で走れるとか。で低速って書いてたんか。ここはフルーツが取れるんですね。森山フルーツランドありましたね。梨、ぶどう、牡蠣ってことはもう基本的に秋中心にやってる。そうやね。橋通るじゃん。中洲大橋。
あ、これ橋渡ったら安市ですよ。あ、あれか、あれが標識か。あ、本当ですね。はい、安市です。やーや、ひらがなの。あ、明太パーク。あ、めっちゃ混んでない、明太パーク。すごい大人気じゃないですか。すげーやん。明太パークっていうモニュメントあるもん。ほんまや。明太パークはですね、日本唯一の明太子専門のテーマパークです。カネックの右に出るものいないからね。明太パークは全国各地に展開しておりまして、おここは2021年5店舗目として。結構いっぱいあるんだ。全国今6店舗目。琵琶湖のモニュメントも2021年だから、カネックもできたし。ここ最近でこんなに盛り上がってんだ。そうかも。この安市にさっき言ってた標高432メートルの三上山があります。で、紫式部、打ち入れて三上の山を読めれば雪こそなけれ富士のあけぼのと呼んで近江富士として知られるようになりましたと。あ、紫式部の木があるんだ。書いてあったね今。え、なにここから見えるから。え、あれどれこっから読んだってこと。富士のあけぼの、あれじゃない、あれですね。ほんまになんもないね、田んぼだけだね。こっからね、近江八幡市に入ります。近江八幡って何が有名なの。織田信長が築いた安土城がある場所です。わー、安土城で前回国道8号で全然見えなかったけど、見えんじゃね。だって安土桃屋の次が江戸時代だよね。まあ織田信長のイメージありますけど、近江商人発祥の地でもあり、三方よしで有名な場所、伊藤忠商事創業者伊藤忠兵衛いた場所。琵琶湖橋周辺はバッとこう盛り上がってて、離れるとちょっとゆったりとした感じになるんだね。この右が八幡城市なんだ。ほう、今回もお城付近行けずですね。佐田さん歴史の本前持ってましたよね。何時代まで行きました。弥生序盤も序盤というか、大化の開始もないじゃん。縄文時代とか弥生時代大好きなんですよ私。いや珍しいタイプ。いや縄文時代弥生時代で珍しい。じゃあどんな気持ちでさっきの近江神宮行ってた。むずいなって思って。嘘、船寿司も奈良時代から来たからまだ追いついてないじゃん。船寿司、そう、船寿司にも追いつけない。マジで稲作でこう戦争が始まってて、すげえ衝撃を受けてるってところまでしか行ってないです。出てくる言葉の意味とかを調べてたらさ、思った以上にこの見開き2ページにすげえ時間かかるのよ。使っとる言葉が難しくて意味が分かんなくて。でも多分それあるあるだと思うんだよね。だしこれはね、はい、まっすぐ行きましょう。一応左が琵琶湖沿いなんですけど、はいはい、さざ波ガイドまっすぐということで、おっとまっすぐ行きます。ボートいっぱいあるんで、すごいかっこいいね。何ここ、すごいね。すごいじゃん、ボート売ってんじゃないここ。そうかもしれないね。いや、やっぱ上流階級の人たちがああいうところ行くんで。完全に上流階級だね。会社員時代の時なんか10万円ぐらいでゴムボートみたいな。でもそれで全然海行けるらしい。10万円。いやいや、十分らしい。分かんないけど10万円でゴムボートだろ。あれだってもう何百万とかするし、200万とか、まあ、何百万とかするか。やっぱ10万円だったらゴムボートになるんか。すごいね、ここにもいっぱいあるじゃんボート。これ1個くれないの。なんかさあ、まっすぐずっと走ってますけど、よろしいですか。はい、よろしいです。あら、おみげ。でもほんとしっかりここで育ててるんだね。今ちょうど収穫してるよ。株でかくない。あ、すごい、でかい。バリでかいじゃん。株でかい。近江株って言ってんのかな。 あっちも大根干してるよ。スイカめっちゃ有名なんかな。スイカ推しやね。うわ、めっちゃ広い。すごいね、めっちゃ開けとるやん。本当に急に何もなくなったというか。ここじゃない、さっきのサイクリングロード休憩所、琵琶湖大中井上ファームやって。近江米ですか。何でも近江つける。何でも近江つけたらなんかちょっと美味しそうな気するね。まあそうだね、近江ブランドやっぱ強いよね。またスイカ。やっぱスイカなんや。野菜、スイカ、お米なんだ。左行ったらさっき琵琶湖沿いの道になってたんですよね。ちょっと見えないんですけど、この左手に沖島っていう友人の島があるんですよ。世界的にも湖の中の島に人が住んでるっていうのは珍しいんですよ。あー、なるほど。あら、東近江市入りました。あー、この昔の電柱。あー、めっちゃおもろい動物園。めっちゃおもろい動物園あるよ。徒歩3時間52分って。おー、彦根市って書いてある。はい、越川越えて彦根市です。愛知県の皆さん、愛知と書いて越知と呼びます。彦根と言ったら彦根城です。そして平和堂の本社があるのも彦根です。滋賀県のこと調べたら、あのベンチって琵琶湖のほとりにベンチあるだけなんですけど、多分誰か SNS で写真撮ってバズってからみんなそこで写真撮るようになったらしくて、バイカーとかみんなそこで写真撮ってるらしい。だから何のベンチってわけでもないから、あのベンチでみんなが呼び出したんじゃない。ここ左です。あー、車止まってる、あのベンチで。さあストップ。はい、ここです。このベンチ謎だよね。マジ謎だよね。でもなんかいいね、これさ。何の木。うわ、強い。風強い。違う、これ近江湖の道って書いてるだけ。これなんか後ろから撮ったらめっちゃ映えるらしくて。天気悪すぎて映えてるかわかんないわ。一応何これ、風強すぎて飛んでってんじゃん。あのベンチでした。はい、よくわからないけど観光地になってます。なんか上手い撮り方あるっぽい、今見てたけど。何も勉強せずに。あと天気だね。あ、これで
先にこういう仕入れてから行くべきだよ情報ね。さあこのままね彦根城行っちゃいますか。はい、ポイントしとる。あ、さっきの子たちね。お前や多分次のポイントでここで集合ねってどこまで自分のペースで走ってんだから。てか風強すぎじゃない。うん、風受けてこれしんどいだろうね。いやこれもう荒れてんな。やっぱ琵琶湖も荒れるんだ。お、右に滋賀県立大学があります。ここは彦根キャンパスと大津キャンパスがありますね。お、街路樹しっかりしてる毎回。あ、そうだね。いやでもここら辺のさ街路樹たちなんかもう歯がもうなくなっちゃってるから、ね、飛ばされまくってんじゃん。もう松植えてやれこっちが。本当あっち反対松ばっかりだったよね。松めっちゃ植えてあったよ。あ、また虹が出てきたあっち。あ、すごい。でもうちらが向かうところそんな北陸暗すぎでしょ。やばいね。いやこれさ関西の人そういう目で見てるじゃない。闇の北陸やばそうって毎回思ってんじゃない。これ見てたら思うね。思うよ。だって南あからさまに晴れても後ろピーカンだよ。ピーカンパレだよ。ほんまにこんな違うの。住んでるかね。いやそうだよね。魔王住んでるよね。魔王だね。湖北に入ったらどうなるかですね。そうっすね。だから米原長浜入ったらどうなるかよ。これで雨降ってたらもう確実に、ね、決まりです。決まりです、はい、あほら虹めっちゃ綺麗じゃない。すごい。めっちゃ大きい。これは GoPro でもわかるよ。いやすごいすごい。もうそろそろね右ほら見てきました、はい、見てください。これ彦根城。おはいはい。駐車場どこだろう。名神の下に彦根城右ってなってるけどここで右なんかな。ここで右行くか。すげえ。彦根城の真横に滋賀大学あった。本当やね。すごいな。よいしょ。ありまくり。お、彦根城見えますよ。おー本当や本当や。ヒコニャンおらんのかな。ヒコニャンはね全然いないらしい。あーそうなんや。これさ道挟んでこっち側もいい感じに。あー本当だね。いやだから右側がもう城下町みたいになってる、うん、雰囲気合わせて。あーでもここ観光バスあるからここら辺かな。あー飛び出し坊や。かわいい。飛び出し坊やじゃん。じゃあお店がこういうの作ってんのか、ね、うんだね。ほらちゃんとこのお肉持ってるもん。ほんとや。ヒコニャンワンちゃんいるかもしれん。いやいないでしょ。いやいやいやいないでしょ。いやいやいや。おみくじになって。おにくじやって。おにくじ。おにくじ。これすごい観光地化されてますよね、うん、やっぱり城下町として。琵琶湖あっちとかじゃないよね。なんかもう全然その辺だよ。いや彦根城遠いな。たどり着けなさそうじゃない。遠いね。めっちゃ遠くない。遠い。え何2024年彦根城を世界遺産にって書いてありますよ。あ一応頑張ってます。来年高岡もだって今日本遺産でさ世界遺産目指してるみたいな。あそうなんや。高岡もこれもしかして車で行けた。騙されたね。30分200円取られるよあそこで。いや全然車通ってんじゃん。いや遠い。いや遠いな。城下町楽しむための駐車場だねあれは。絶対そうだわ。彦根城行くようじゃないやん。さくらさん戻って運転してきてよ。嘘あそこだよね駐車場お前の。おい帰りさくらさんだけ走って車取ってくれる。堀だって二重にあるじゃん。こっち外にもあったしさこれ内にも内堀でしょ。 あ、ね、あ本日の彦根は13時30分。え今何時15時あと5分あと5分。どこどこ彦根どこにいるの。彦根ちょっと待って奇跡。あーいるじゃん彦根いる。彦根いるいるじゃん。えヒコニャン、もう帰っちゃうの？ヒコニャン、もう帰るじゃん。いや、あと2分あるぞ。あと2分ある。ヒコニャンが帰ってく姿なんてなかなか見えないんだな。マジギリギリじゃん。皆様最後までどうもありがとうございました。えぇ、ー、かわいいんだけど。ヒコニャン、素晴らしい。すごいじゃん。こんなさ、ちょっとの滞在でさ、こんなに満足することある。言ったら彦根城見てない。彦根城博物館に彦根はいたんや。あ、そうなんだ。まだ始まってもなかったもんね、うん、うちら博物館のとこで見てたんだ。どっかその辺で駐車してたら多分見れなかったよ。逆にあでも遠くから見えたしね。彦根城ちらっとは見えたけど写真いっぱいあるし、うん素材。本物のヒコニャン見たからもうこれ以上のものはないよ。すごいね。彦根城よりもヒコニャンの方が価値があるんですね。それはすごいな。クマモンかヒコニャンやもんね。そうっすね。なんかゆるキャラといえば、うん、もうその2大トップよ。誰がサンタって。いやいやサンタ引き合いに出すなよ。まあ、ヒコニャンに会いに来たからね。ヒコネ城に見に行ったわけじゃない。全然もうヒコニャンのみ、うん、いやー目的達成したわ。ギリギリすごいわマジで。いろいろしてる、ね、ある程度上積みは取ったんで。ヒコニャンとかもうミーハーもミーハーすぎる。左じゃあ左これ左、はい、あー満足したわ。満足しました、はい、あとはもうゴールまで行くのみよ。はい。えでもさヒコネ城と本当に琵琶湖ものの 2,3 分なのね。てかヒコネ城から琵琶湖見えるんじゃない。上から見えるかも。ヒコネ城こんな10分20分だけってすごくない。じゃあヒコニャン見えたから引き返し際があったけどさ、 あれ見えなかったらどこまで行けばよかったんだろう。でもあの先はね、あの入場料払わんと見れないでしょ。お金ないからうちら。払えないのよ。滋賀まで来るので精一杯なの。そうそうそう。あーいいね。いやでもなんか夕日ちょっといい感じに見えそうなのかな。
あすごいスタバもある、ね、すごい。このカインズカインズの中にスタバあるらしい。わーすげー、あめっちゃ綺麗。うわ夕日綺麗。これでもさ晴れてるよね今ね、うん、めちゃくちゃいい感じ。ここもすごい、なんか彦根ビワフロントでっかいホテル。お素敵。あ来ました、米原市。はい米原市にありました。あそこみたいな感じだね、白髭神社とかあったところの。ああなるほど、一瞬で連れてっちゃうか。本当にさ琵琶湖のすぐ横をずっと走るみたいなんてあんまないんだね。こちらの米原市は国道8号と国道21号が分岐し、米原ジャンクションでは名神高速道路と北陸自動車道が分岐するなど交通の分岐点として役割を果たしています。いやもう本当によく使えますよ米原ジャンクションは。使うだけで、ね、通り過ぎるだけだよね。ジャンクする、ジャンクする何言ったの、ジャンクする、ジャンクションするで電車も北陸温泉の終点米原駅なんで。忘れたけど基本的に米原なんですけど、うん、高速道路が米原ジャンクションかもしれない。合併した時に米原に統一したらしいけど、うん、米原ジャンクションは元々あったままだから米原にしてるっていう話でした。これ右側は伊吹山あります。伊吹山ははいはい積雪量ありましたね。知らない人を説明しますと、1927年2月14日に積雪した11メートル82センチの記録がギネス世界記録に認定されています。滋賀県で積雪量積雪日本一とはって感じだよね。そうだよね。まあでももちろんこれ有人観測がある場所でってことだから。あーそういうことか。だから有人観測がない場所だったら分かんないよね。でも11メートルってすごいよね。いや相当だよね。滋賀で11メートル降ったってだけでもすごい、ね、この伊吹山は滋賀県、岐阜県、愛知県、三重県とほぼ隣接しているので、結構そこら辺に住んでる人はあ伊吹山だってなるんですね。あーなるほどね、うん、伊吹山あれじゃない、隠れてるけど。あーそうだね、濃いよね。ここいらであれが一番高いもん。そうだね、なんか伊吹山まで来たら最後の方って感じする。なぜなら滋賀県の8号入ってすぐに伊吹山の話をしたからです。あちら見えますのが長浜バイオ大学ドームなんで、もう米原終わりですね。え早っ。あ木の元26キロになってました。すげー入った入った入りましたね。え早い。長浜市さっきのバイオドームのところで入ってました。長浜市は豊臣秀吉が築いた北国街道の宿場町として栄えた場所ですね。あ、さざ波街道のさ標識初めてじゃない。ゆっくりすっきりさざ波街道。すっきりとはちょっと分からん、大仏がある。何大仏ですかこれは。これ長浜琵琶湖大仏って言います。おーいいですね、分かりやすい。結構ね目立つ。あ、二車線。長浜綺麗じゃない。綺麗。しかもマンションも出てきたし、これ本当にね市街地になってて、近くにヤンマーミュージアムがあります。はい、ヤンマーミュージアム。ヤンマーの創業者山岡孫吉さんの生誕地が長浜市なので、創業100周年で作られたのがヤンマーミュージアムです。100周年。これ長浜駅西口ってあったんですけど、長浜鉄道スクエアというのがあって、それが現存する日本最古の鉄道駅舎になってます。へー。鶴ヶ線の起点駅として1882年に開業したんで、めちゃくちゃ歴史あるんですよ。鶴ヶ線の起点、意外ですよね。あーちょっと眩しい。うわーすげー夕日。長浜は本当に琵琶湖沿いなんだ ね。しかも綺麗やし、すごい綺麗。なんかこういうのを想像しとったよ私ずっと。あ違いましたあの意外とそうじゃないところが多かった。あーなるほど、確かにね。ここの確かに蜃気楼ロードみたいな、ね、うんそう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 。長浜市街地ここ右だって。へえ。あ湖北って書いてある。今回いろいろ滋賀の名産食べれましたけど、1個忘れてるのがありました。何サラダパン忘れてた。何それ。いやこの辺はまたちょっと雰囲気が違うぞ。でもどこっぽいって言われたらどこっぽいかな。この木はどちらかというと富山の8号線の中央分離帯にありそうな木だよこっち側そんな紅葉してないんかな。あっち紅葉すごかったよね山。確かにすごい紅葉の綺麗な感じ見れたのは個性だよね。古都はどちらかというと観光地とかそういう感じを楽しめたよね、うん、つまり琵琶湖一周一周、まあ、つまりは一周すべきだね次回チャリでいいんじゃない。次回チャリで。いやいや急にハードル上がる。ハードル上がんないよ。いやちょっと GoPro 渡すんで。なんで行ってきてくださいよ最後ちょっと道の駅一個あるわ。寄らないです、ね、いやいやいや、サラダパン、サラダパンだけ今後のさトークの引き出しにサラダパン出るじゃん。今後サラダパンと何かを比較することがあるかもしれない。だからサダさんのために俺はサラダパンを買ってあげたい。ありがとうございます。今後の私の仕事の展開のためにね。そうなんです。これ夕日見えないな、雲隠れて完全に。あれ竹生島です。あそこクルーズ船で行けますね。竹生島、竹生島、それが何だっけ。無人島日本三弁財天。これ右、これ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 、ね、これこれ行こう。じゃこれこれ言うやん。もうここ夕日見るためのとこやん。あそうなんや。ほんま夕日と水通りの里。あ飲食スペース、ね、あでも想像してた夕日じゃないの。山あるから山で夕日なんだ。いやちょっとサラダパンないから最初のセブンイレブン売ってるかもしれない。いやー道の駅サラダパン売ってなかったですね、
もしかしたら最後パーキングエリア乗ったらあるかもしれない、ね、あーそうですね、逆にね、わーもうあれこれさ、国産、え、なになに来た、そうだよね、これさスタートで見た光景なんじゃない、いやそうだよ、近いよ、もう戻ってきたよマジで、うわー琵琶湖も離れて、日の本はあんまり琵琶湖らへんに何もできてないよ、ね、こんなにみんな琵琶湖をしてきてんだよここで、うんうん、日の本だけ琵琶湖のとこ行けないもん、ね、びっくりするぐらい琵琶湖無視してるよ、そうだよね、なんでですか、山、滋賀の皆さん、山あるんじゃないのこっち、山のふもとに琵琶湖みたいな感じ、うん、これ山越えて琵琶湖っていうことだもんね、そうだよね、さあ日の本あと残り3キロになってましたね、はい、もうあとちょいです、すでに日の本の皆さんには申し訳ないけどどんよりしてるもんね日の本の皆さんはちょっと仲間みたいな感じでしょ北陸ですか、どんより仲間でしょ、確かに琵琶湖の恩恵もあんま受けてない、受けてないからもう北陸の始まりです、ここは、はい、ここもサイクリングロード、そしてあの信号でゴールです、あそこから始まったっけ、そうです、で右にインターチェンジ、あ、本当や本当や本当や、朝9時が懐かしい、さあここでゴールでーす、何時、16時33分ということは9時からスタートしてるから、7時間30分はい、お疲れ様でした、まだ明るいうちに帰ってこれてよかったよね、6時に富山出た甲斐がありましたね、眠いよねトータルで7時間30分だけどぶっ続けで運転はしてないんで、ちゃんと途中途中寄っていろんなとこも見たし、何も寄らなかったら6時間ぐらいかな、まあそうかもね、観光地か景色かみたいな感じだよね、景色メインか観光地メインかみたいな感じだよね、ああなるほどね、うん、こんだけ違ったら人柄とかも変わりそうって感じ、いやそうだね、うん、北の方そうや、曇りが多いから仲間だよ、北陸民だよ北陸民より、そうですか、ここは補足でこんなんですとか教えてほしいかもしれない、はい、この動画がいいと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録お願いします、それではありがとうございました、富山に帰宅、はい、はい、ちょっとまず驚いたのが、うん、高速乗った瞬間大雨っていうすごいよね、すごくない、いややばくないマジでだってさっき16時半ぐらいやったけど今48分でこの大雨帰ろうとしたら雨降ってくるっていう、で静ヶ岳パーキングエリアで、はい、はい、サラダパン、スリアさんのあれなんだね、サラダロールって書いてあるけど、思っとったんと全然違う、パカッ、お、え、サラダ挟まれてないじゃんん、ん、マヨネーズ、キャベツ、おお、正解はたくあんです、たくあんって書いてあるはず、後ろ、あ、たくあん漬け、はい、たくあんの感じね、あ、そうなんや、うん、どうです初サラダパン、思ってた味と違いました、うん、全然違う、じゃあこれを食べながら富山帰りましょう、うんうん、ありがとうございました、ありがとうございます、ワークマネワンホダショースホダショー、三四わらび五になり、揺れて揺れて揺れるイカの気持ち、楽しいだけど楽してないし、 I hate you but you I love you、 不良依頼はお断りか。